え、娘が5歳ですが、そろそろスイッチを与えていいと思いますか目悪くならないか気にしてます。えっ、ー、と、まあ、あの、スマホにしろ、スイッチにする、3DS にしろ何でもいいんですけど、基本的に見続けるというのはあんま変わんないので、その見続けないような教育をするかどうかっていうのがあるんですけど、3DS は渡さない方がいいです。任天堂の出してるゲームハードなんですけど、あれ、6歳以下の子は確か、やっちゃいけないっていうのがどっかに書いてあるはずなんですよね。疑似的に 3D が見えるような、あ、これずれてるのか。 ぼやかした画面を2個表示することによって人間の目の錯覚によってその立体化して見えるっていうそういう仕組みのゲーム機なんですけど大人になってる場合っていうのはあの視野がまっすぐなので特に問題なくまあ見えるんですけども子供が見ちゃうとずれちゃうんですよねその要はあの 本来はまっすぐ見てるところでぼやかされたもう一つの絵があるので脳が立体で見えるっていうふうに誤解するんですけど6歳以下の子の場合はそのぼやかしてる方に焦点が当たっちゃったりしてその写真になっちゃうっていう可能性があるんですよねなのであの子供には 3DS はやらせない方がいいですっていうのを Nintendo のサイトのどっかにあると思います顔の位置が下すぎ確かに <laughs>